乾杯。飲んで飲んでカーワーゴーウェイ。しみだね。しみた。あなたの深夜のパートナー鈴木真嗣です。この番組は川越にゆかりもない男女関係もない2人が川越にゆかりのある酒や川越にゆかりのあるつまみを片手にあることないことを管を巻いていく番組です。それではお楽しみください。飛んで飲んで川越いきましょうい。いきましょう。なんでカラゴー。もっと響き持ってこい。京都の美子さんやってます、キラサユリです。よろしくお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。皆さん飲んでますか。鈴木俊二です。飲んどらーという方で、なんかちょっと今溜めたね。まあ、まあ飲み始めましたけどね。なんだ、まあ、飲み始めてね、余韻に浸りながら、わからない、はい、空白、おもろかったです。本当に、はい、なんかちょっとほら、はい、4周年目2回目だからなんかその件触れようかと思ったけど、やめよやめようと思って、くどいから。前回もそんなこと思ってたの。そんな風なこと思ってるんだったらちゃんと打ち合わせの時に言ってよ。すっかり、いや、まあ、ちょっと40年入ってよ、2回目じゃんって今なっちゃったじゃん。そう言おうかなと思ったけどまあまあいいかと思って、まあいつも通り行きますね。いつも通りね、ね、飲み始めておりますが、今日はね、はい、前回先月と引き続きでですね、うっす、まあ、我々こう打ち合わせなしに、はい、まあ、それぞれお酒なのかおつまみなのか、まあ、どちらか、はい、まあ、川越にゆかりなる品物を用意しましょうということでですね、はい、私前回の放送を聞いて、はい、まあ、やはり初心に戻るべく、ここはまあ小江戸ビールかなということでですね、まあ、さっきのね歌詞も聞こえたもんですけどね、はい、小江戸ビールのもちろんキャラと、いやーねーこいつら準備してないんちゃうって皆さん思わないで、思うよね、ね、思うよね、思っちゃうよ、思っちゃう気持ちすごくわかるんだけど、ほんとマジシンプルに美味しいんだよね。そうなんですよ。そうなの、こいつらキャラしか知らないとかじゃなくてちゃんと知ってますよ、うん、他にもみんな飲んでるの知ってるでしょ。全部飲んだもん ね、 ね、初めの方だって結構何ヶ月か連続で小江戸縛りで種類違い飲んだもんね。飲んでマリハナとかちゃんと覚えてるもん俺。あ、そうだよね、なんか怪しい名前だねとか言ったり、 あと結構レア系の小江戸の中でもだいぶレアなやつとかも飲んでたよね。なんだっけ赤白シリーズだっけ。赤白で合ってる。そうそう、なんかあ、白黒じゃない、白黒だ、白黒だやべ、にわかが出た、にわかが。おめでたい、おめでたい。これおめでたい ね、 あの、いや、おめでたい。4周年目突入括弧に度目なの で、 まあ、おめでたいことにはね、そうだ、変わりないんで、3回目4回目もおめでたいやないかい。いや、まあまあまあ、まあ、ということで、まあ、キャラをいただきつつ、はい、まあ、ちょっとおつまみはすいません、ちょっとさっきコンビニでカルパス仕入れてきたんで、カルパスをちょっと、ね、いただきながらカルパス美味しいから、美味、ね、しい、美味しいよね、うん、笑っちゃうけどキャラに正直めちゃくちゃ合うと思う。合うと思うよ、うん、カルパスをいただきますね、うん、はい、どうぞ、うん、ほら、うん、そしてね、これをあは流し込むわけですよ。あはあは、これだけで一晩飲めちゃうから、あ、キャラ様様ですよ、やはり。いい、ね、声も様様。あ、いや、もう持ち上げ方がくどいんじゃん。いや、ほら、ね、小江戸の皆さん、ちゃんと、小江戸の皆さんじゃねえ、小江戸の皆さん、川越の皆さんやのかい。小江戸川越っていうのはさ、江戸がメインなんよ、結局。江戸がメインで、でも江戸のちっちゃいバージョンだから川越も楽しいよっていうのをアピールしたいなっていうことで、小江戸っていうことだから、ね、それだからさ、うん、
川越の人に小江戸っていうのはじゃあ果たして褒め言葉なのかどうかっていうところだよね。まあまあ、いや私なんでこの話をね、まあ、したかっていうと、はい、ちょうどなんか職場でなんか金沢の人って小京都って呼ばれるのから出したいらしいよっていう話をたまたましてたから昨日か一昨日ぐらいに、それだから酔っ払ってる頭だったけど、お前それ川越の人にずっとどうやろうっていう風になっちゃうとしないですけど、私も紹介してあのもう飲んでいいですかね。はいはいはい、そうだね、はい、今でもさごめん、はいはい、キララ飲ませる前にさ、はい、すげえいいこと言ったよね。川越の人ってさその小江戸って呼ばれることに対してどう思うんだろうね。結構ね今ちょっと気になった。いやいいこと言ったなと思って。あちょっとこれごめんなさいね、それこそあの地域密着型番組なので、うん、これを聞いてる、はい、川越に住まれてる方とかねゆかりのある方はぜひ我々実況してますので、はい、そういったね話もぜひハッシュタグトンノンつけてね、はい、教えていただければなと思うので、キララ何飲んでる？はい私も川越は小江戸ビールキャラでございます。それこそさそれさキララの場合は前回さまとめて買ったやつを飲んでるよね、はい、多分残してるの、はい、俺買ったやっぱ新しい。あ普通にこの収録とか関係なくプライベートでも普通に飲んでるので、まとめ買いがお得っていうだけなんですよね。まあ、そうだ ね, ね物価がね値上がりの時代ですからね。まとめて買ってね、さっき言っといて小江戸いやまあ美味しいですから、まあ、飲んでいただきながら小江戸ビールだからね。あでもそうするとなんか冠で小江戸って言ってるくらいだから小江戸っていうことに誇りを持っているっていう、まあ、それこそあれだったね、今は自分が言ったその金沢の方とその川越の方を一緒くたに考えるっていう考え方こそ私が浅はかだったかもしれないし、すごいしんちゃん ねナイス呼び込みだったと私は思いました。ということでいただきます。イエーイ。じゃあ召し上がれ、まあ、とりあえずちょっとね今日ね個人で準備してもらってるんで召し上がっていただいて。どえらいうまいっすね、はいはい、まあ美味しいですよ。美味しい。キンキンに冷やしてますからね。ほんとすきキンキンに冷えてやがる。いやーカイジ、そしてね暖かくなってきましたからね、みんな春ですから美味しいですよこの時期。そうでございます、ね、あおほほ食べているもの聞いて驚け、見て笑え。見れないんだって見れないんですよこっちからは。あすかさんがアーカイブで画像流してくれるから、また今ご応募はこちらのテロップの手をマイクの前で私やってますだから見えないっつーのっていうね。はい、はい、飛鳥さん適宜編集してください。何食べてらっしゃるんですか。はい、ポテトチップスでーす。待ってちょっと待って、俺これ前回まあまあはい食べていただいてそれあれでしょ、どうせなんか特典がもうついてないやつでしょ、おまけがついてないポテトチップスが大量にあるからそれと小江戸を飲んでらっしゃるんでしょ。バカ野郎、この神音聞け ASMR。 もう一回お願いしていい？ちょっと、はい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 、まあ美味しそうですよ。あ、わかったかも。歯茎に刺さった。俺わかったかも。痛い。それさ血出ちゃう。ね、待って血出ちゃうわ、ちょっとほらね、皆さん一応私ともトンノンではございますけど血出ちゃうで、ね、勘違いしてしまうような中二の方いらっしゃいないですよね。大丈夫ですかね。普通に高校外ぶっ刺した割と痛めの怪我普通に痛いやつなんだけど、普通に痛いやつ、はい、俺分かったかもその音で。お、何？それさ、うん、片揚げポテト様じゃない？あー違う、当たらずも当たらずも遠目の遠からずって感じ。それもう全然じゃ違うじゃん。同じポテトの中でも全然違うところに行ってるってことでしょ。遠目の遠からずなんですよね。なんかいいね、遠目の遠からずって。遠目の遠からずでもね、固有名詞みたいですごくいいですね。実はですね、結局何、はい、こちらは、なんと読者の方からいただきましたクソ高級ポテトチップス、以前 X に上げさせて写真上げました。クソ高そうな味がするポテトチップス、実際高いポテトチップス。早く言えよ商品名、早く言ってよ。でも知らないと思う。ハンターポテトチップス、白トリュフ&ポルチーニ風味。それあれでしょ、はい、スケセンでしょナイス、さすが4周年、ま、4年目入って2回目、フリートークでいきなりコーナーぶっ込むのさ
すがお目が高い、話が早い、はい、白トリュフ&ポルチーニです。ポルチーニ、商品名ポルチーニですね。いいよ、もう何回も言わなくて。それ商品名だよね。あ、そうね、ハンターポテトチップスっていうポテトチップスの、まあ、白トリュフとポルチーニのお味なんだけれども、あので、形状は片揚げポテトと一緒、バリバリ、はい、バリバリカリカリ、遠からず、遠からず、そうそうそう、だからね、形状は全然当たらずの遠めの遠からず。あ、そう、遠めの遠からずがいいな、遠めの遠からず、遠めの遠からずなんですよ。だからもう、まあ、飲みすけはビール飲む人はもう本当にもう全員もう120億人が好きっていう感じで、で味がね、割と味音痴の私でも、え、こりゃ高級な味すらっていう味するのよ。へえ、気になるね。だってさ、ハンターチップスなんでしょ。名前のハンターが気になるよね。ハンター、ハンター、ボルチーニ、あの、狩りに行ってるの。ボルチーニを狩りに行ってるんだ。あ、でもそれね、当たらずも遠めの遠からずかも。遠めの遠からず、これね、あの黒トリュフの味も実はいただいてて。それな、だってキララさ、うん、黒トリュフってさ、うん、どうやって取るかって逸話知ってる？バカ野郎、もう今この流れでこのトリュフの話したんだから分かるに決まってんだろ、雑学王を、ね、まあ、名乗らない私やぜ。名乗っていいけどね、あれでしょ、豚さんでしょ。そうそうそう、豚さんがブーブー言って鼻で探すやつでしょ。そう、豚がハンティングやん。そうなんですよ、あ、それやんって思って。だから当たらずも遠めの遠からずだよね。そうやね、これでさ、豚肉のなんかそういうさ、うん、なんかそういうスパイスみたいなものもあったら完璧だね。あー、あ、そうですね、一つも残らず材料を使い切って。なんか、ね、めちゃくちゃ残酷な、なんかSDGs みたいな感じというか。そういや、ほら、余すことなく使い切るっていうね、うん、あー、エコというか、なんというか、命をいただきますっていう感じだね。ちょっと今日久々にさ、ちょっと結構あれね、はい、食べてるもので、ちょっとごめん、ちょっと楽しくなっちゃって、盛り上がっちゃったんだけどさ。まあ、いいじゃない、ちょっとね、はい、いいんですけど、はい、あの普通おた、はい、いつね、ここで紹介させていただきたいんですけど、おはようございます。あの普通おたの負の字がね、腐るって書いて、あのね、腐女子の負になっちゃってるんですけど、普通おたね、ちゃんと送ってきてくださいね。お仲間、はい、はい、お仲間、はい、トンノンネーム、はい、エデン魔界さん、はい、3月分のトンノンをヨーツベのアーカイブで視聴しました。おはようございます。トンノングッズってやっぱり18禁でしょうか。あの黒塗りされた映像を見る限りアダルト感満載やんということでね。これはまあ YouTube 見ていただいた方ならわかるんですけど、我々まあ前回前々回からですね、散々煽ってきたわけですよ、トンノングッズと。それを前回放送で初めてね、こうちょっと概要じゃないですけど、全貌でモザイクかかったね、何が起こるかっていうのをちょっと紹介させてもらったんですけど、まあまあ見えなくはない。だからみんな期待したいよね、みんな期待したいよね、何が来るかって。あれあれなんかな、アスカさん、あの感じ、あえてのあえてなんかな。これはでもほら、一応ほら気使ってくれたからだと思うよ、まだ商品名言ってないわけだから。でもそうね、意識してないことはないと思う、うん、我々の編集者様ですから、意図をね、理解していただいて、遠めの遠からずの感じがするよね。そうなんですよね、ちょっと意識された恐れありだね。これもう今日はなので、期待されてる皆さんに、もういよいよなんだというところのこう、まあ、ノベルティのね、ちょっと紹介をさせていただきたいと思うんですけど、まず2つ用意してます、我々、2つ用意してます。1つ目、我々のんべえと言ったらやはりこの時期、氷とかね、あのキンキンに冷やして飲みたい、そしたら水滴ついちゃうコースターでしょ。そうですね、コースターでしょ、必要ですね、はい、必要だよね、はい。でやっぱりあとノベルティといえば、はい、キーホルダーではないでしょうかと。かわいい、ね、皆さんね、出かけるときにちゃんとね、トンノンのキーホルダーつけてね、出かけて、リスナーさん同士で、あ、トンノンファミリーやみたいなことをやってほしいわけですよ、我々。お前が広告塔になるんやでっていうことですね。せやで。はい、それで今回コースターとキーホルダーを準備させていただきまして、はい、でこれをお送りするためにはちょっとすいません、条件がございます、はい、条件がございます、はい、そのまあ条件なんですけど、本当ごめんなさい、いやらしい話で本当に申し訳ないんですけど、あのスポンサー様になっていただいた方に、まずはです、はい、まずはね、今後変わるかもしれないんですけど、まずはお送りしたいと思っておりまして、はい、で気になるじゃないですか、じゃあスポンサーになって必ずもらえるけど、これってじゃあスポンサーって何回
かやったらじゃあいくつももらえるのとかって皆さん思いますよね。そうだね、コースターってキーホルダーってあるから少なくとも2回はもらえるのかなって思うけどな。思いますよね、うん。これまず分かりやすく申し上げると、スポンサー様、あの初回で初めてなったいただいた方ね、はい、これはもう問答無用でお送りします。問答無用で、もう1ヶ月でもいらないと言っても送り続ける、問答無用でお送りします、うん、はいはい。でその後ちょっとあの累積の回数でちょっと決めたいなと思っていて、はい、そうですね、はい。例えば、まあ、6ヶ月、いわゆる半年間ですよ、期間で言ったら半年間スポンサーやっていただいてもよし、あの1ヶ月単位で6回やっていただいてもよし、はい、その方に2つ目。ああ。2つ目。そしたらもう、半年まとめてでも、もう全部の合計で1ヶ月次お休み、1ヶ月次お休みとかでも、6ヶ月とりあえずなんやかんやでやっていただいたら、その時点でまた1個ってことですね。もちろんでございます。ああ、そしたら半年やったら2個もらえるってことね。そうです。で、はい、12ヶ月やっていただいたら、3つ目。おお、ほい。一応ね、かぶりなしでお送りするようにあの全処します。はい、で被らないようにグッズね、コースターとキーホルダー以外にも実はあるみたいで、私たちもね他にもちょっといろいろ作ってみたいなって思ってるので、増えていく可能性全然あるよね。もちろんです、もちろんです、うん。これはだから続報までということで、そうね、なのでですね、はい、あの今日ありがとうございます、あのエデン魔界さんね、トンノングッズ全貌はまずはねコースターとキーホルダー、それを、まあ、初回6ヶ月半、1年と、はい、半年ずつですね、はい、累積重ねていただきましたらぜひお送りしたいと思いますので、はい、興味ある方、あのスポンサーになっていただく方はぜひ、こちらお申し込みお待ちしておりますと。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いたします。胸合ってんだけどね、あの概ね合ってます、とりあえず音楽をかけます、全然合ってます。もう全くもって合ってますいうことで、ね、まあ、でもお便り、はい、なんだかんだでいっぱい来てるんで紹介させていつもね来なかったからね危惧してましたけど、ありがとうございます。皆さんね、はい、気にしてくれたんだろうね、ありがとうございます、はい、気づかずでごめんなさい。いきます、はいはい、トンノンネーム、はい、右空左、はいはいはい、カツ丼うめえな、おごりはまれよ。はい。そんな恋泥棒未遂で逮捕された SSC と、はぐれきらでかの茶番取り調べコントな歌詞を思い出したら、ふと聞きたくなったのでリクエスト。ね、ありがとうございます。渾身のひばりをちょっと、ねえ、演じてみたけど、渾身のそれが渾身でいいんすかね。もう一回やっていい？カツ丼めなおごりはまれよ。さっきよりいいね。うーん、いや、あの感想くださいよ感想なんかケチなしんちゃんらしいなって思ったな。そう、ケチって言うなよ。おごりはまれよ、ね、まあ、いやそんなことないよ、出すときは出しますよ、ね、出すときは出しますよ男は、ね、でもさ敵と言ったからサブイボ立っちゃったなんか急にだから美空ひばりさんはご存知だよね、はい、あ、もちろん存じ上げておりますけれども、そうですよね、昭和の大スターですよ。でなんですけど、やっぱ有名、超有名どころしかあまりピンとこなかったので、実はこのやわらの曲は初めてだったんですけれどね。これね、やわらはね僕ね、うん、すごい思い出があって、実は。あ、そうなの。うちのおばちゃん、あの九州のね、うん、方の、うん、まあ、うちの母方のお姉ちゃんなんだけど、うん、カラオケ行ったら必ずこれ歌ってくれるの。あ、それで覚えちゃって思い出あるんですよね、カツエおばちゃん本名言ってカツエおばちゃんね、カツエのカツ丼屋さんうめえな、おごりはまれよ、おごりはまれよ、やめろよ、ケチくさいおばさんになるだろうがお前そ
入れがあったのにあれが渾身でいいのかい、はい、それではお聞きください。美空ひばりでやばら。お聞きいただきましたのは美空ひばりでやばら。いや素晴らしい、いい曲じゃないですか。ごめん、俺が先に歌っちゃってごめん。本当ですよ。本当申し訳ない。何が渾身じゃい、カツ丼じゃい、カツは関係ない、カツエさんじゃいっていう感じでしたね。、はい、イントロ部分がめちゃくちゃかっこよくて、かっこいいね、いいね、はい、いいね。これでやわらっていうタイトルもなんかすごくいいですよね。羊豪健な感じ、めっちゃ感じちゃった。羊豪健な感じのやわらっていうね、対比がね、はい、はい、ということで次紹介して、はい、実はですね、くしくもというにふさわしいお便りが、うん、なんとパープルワクチンさんから来ておりますので、ありがとうございます。皆さんしかとご成長されよう、パープルワクチンさんありがとうございます。はい、キララシジさんこんばんは。はい、こんばんは。今回リクエストするのはアドのショーです。昭和の歌姫を美空ひばり、平成の歌姫を安室奈美恵とするなら令和の歌姫はアドで間違いないと思います。7種類の歌声を持つと言われるほど自由自在で、なおかつ一度聴いたら忘れられないインパクトのある歌声、その凄さをしっかり味わうことのできるショーをトンノンで流してほしいです。うん、つながった。この妙技、美空ひばりつながった。あんた、え、もしかしてパープルワクチンさんとは右空左さん、ちょ、できてなわけねえじゃん。なわけない。だってすごい2コンボみたいな。いや、まあ、たまたまね、ちゃったから、たまたまいいタイミングでメールいただきましたけど。めちゃくちゃ綺麗な音楽のコーナー、かっこ雑、かっこ綺麗みたいなね、なっちゃいましたけど、かっこ、かっこ綺麗な、なんもうお酒回ってきちゃったかなという感じですけどもね、はい、はい、まあおっしゃる通り、本当にもう7種類の歌声を持つっていうのはね、うん、ほんとすごい、歌声の表現の幅がすごいなって思うのと、あと顔を隠すっていうプロデュースの仕方 ね、すごいよね。まだご尊顔も見てないからね、うん、そうそうそう、なんかそういうところも含めて令和の歌姫っていうのにふさわしい方アドさんだなと思いますね。でこの曲めちゃくちゃ上がるよね。ユニバの CM で聴いた時にめっちゃいいやんって思って、めっちゃ詳しいな、うん、はい、いいっすよね。ちょっと酒も回ってきたので聴きたいなと思ってました、はい、では行きましょう。アドでショウ。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。メールアドレスはこちら、トンノンカーゴエアットマーク gmail.com、 TONNONKAWAGOE アットマーク gmail.com です。エンディングの時間となりました。はい、来月コーナーでは皆さんお待たせ、教えて鈴木先生。はい、私が先生でございます、はい、そして今回のキーワードはこちら、2025年の崖。こちらで皆さんが思い浮かぶ2025年の崖を送ってきてください。よろしいですか。決して正解は求めてないです。 いいですね、正解来てもあの読みづらいんで、怖い。皆さん2025年の崖なんでね、はい、崩れない。メールアドレスはこちら、トンノンカゴエアットマーク gmail.com。また番組では個人法人大口小口問わずスポンサー様幅広く募集しております。プレゼントも用意しておりますので、こちらぜひぜひ詳しく番組 X アットどんどん川越の固定ポストご確認ください。また X では毎月第3金曜23時30分から実況しております。ひらがな4文字どんどん、ハッシュタグどんどんをつけてご参加ください。あとあと毎月11日頃発売、竹書房様漫画ライフオリジナル様にて巫女どもへ掲載されてます。こちらも忘れずチェックしてください。そして今はまだ詳細発表できないんですけれども、カルビちゃんプロジェクト、なんか動き出しそうな気がするな、ふんふんっていう感じです。こちらよかったらキラーさゆりの X、ご確認随時ねしてもらえたら分かるんちゃうかな、いう感じ。ご確認ね、はい、ご確認してください、ください、はい、感じですね。おい、
ということで、ね、いや気になるのがさ、はい、いや僕なんかはあのにわかキラサユリファンだからたまに、まあ、X のを見ながらね、まあ、カルビジャンプロジェクトっていうものが、まあ、どういうものかっていうのはなんとなく想像つくんですよ。本格的な、うん、キラサユリファンであれお前そうだね、はい、あ知らない、ね、リスナーさんもいるかと思うんで、はい、もう言える範囲で結構です。 どんなプロジェクトかな、はい、お前含めて説明してやろう。こちらとりあえずカルビちゃんプロジェクトっていうのは、まあ、お肉の部位とか銘柄とかそのお料理とかをそれぞれ、まあ、擬人化みたいな感じでキャラクター化してお肉の知識とか魅力とかを発掘していこうっていうプロジェクトなんですけれども、うん、美味しい企画だね、うん、はい、こちらね私この中のプロジェクトのキャラクターてっちゃんのキャラクターボイスオーディション勝ち取りましたので担当させていただいてまして、うん、もしかしたらなんかね音楽のコーナーかっこ雑に関係することがなんかあったりするのかなっていう感じなんだけど、その曲かけよう歌うこと前提にかけるのはね、まあ、ちょ全然かっ、ね、歌うかどうかはまだ分かんないですから ねパンドラの箱でございます。シュレディンガーの猫ですよ、はい、パンドラの箱とシュレディンガーの猫全然違いすぎ、まとまんなくなったぞおてっちゃん、てっちゃんそろそろ締めっぞ。それではここらでおひらきで、ねえねえ、あのキララがてっちゃんやるんだったら俺こてっちゃんで採用してよ。こてっちゃんってそれはあの私の家来っていう認識でいいかな。てっちゃん、こてっちゃんっていうね、はいはいはい、終わらせんな、はい